こんにちは、木村です。今回は iPhone 12 シリーズの話をちょっとしたいなと思います。その中でも特に iPhone 12 mini とあと第2世代の iPhone SE についてちょっと話をしようかなと思います。で、 iPhone 12 シリーズが発売されて3ヶ月が経ちましたよね。まあ、iPhone 12 シリーズってあの11と比べて、まあ、特徴的なのはミニっていう新しいこうラインナップが増えたっていう感じですよね。まあ、特徴的なのはやっぱ小さいっていうところで、価格も他のプロとか12とかに比べるとちょっと安くなってますよね。価格は 64GB で 74,800円で、 128GB のモデルが 79,800円って感じですね。で、小さくて他のモデルよりちょっと安いっていうのが特徴ですね。で、そうするとマーケティング的に第2世代の iPhone SE と被りますよね。まあ、こっちもまあ比較的安いっていうのが特徴だったりします。で、価格的にはもう3万円違う感じですね。64GB で 44,800円で、 128GB で 49,800円って感じですね。ほんとちょうど3万円違う感じですね。で、大きさもだいたい同じですね。幅とかその高さとか厚みとかで、重さがちょっとだけミニの方が軽いって感じですね。 15g だけ軽い感じです。で、中身の性能がやっぱりちょっと違って、チップが1世代前のものになります。まあ、1世代前なんで iPhone 11世代と同じってことですね。だからもう十分早いってことです。だからもちろん世代が1個違うんですけど、もう十分 SE の方でもサクサク動きますよっていう特徴があります。で、まあ、あとはカメラがちょっと違うよみたいな、当然それはあるんですけど、トータルで見ると、まあ、3万円の差でスペックの差がそんなないんで、絶対ね SE の方がいいですよっていう動画をちょっと前に上げたんですね。iPhone 12シリーズが、まあ、発表された直後ぐらいに出したんですけど、まあ、暇な人はちょっとそっちも見てみてください。まあ、その動画ではスペックをこう比較して、ミニ買うんだったら SE 買えばいいんじゃないっていう話をしたんですよ。で、そしたらなんかもうめちゃくちゃ高評価をいただいて、ありがたいことに。で、コメントも結構いただいてて、いやいやミニの方がやっぱいいですよとか、いや僕はミニを買いますみたいな人が結構多かったんですよね。まあ、それもそうだなと僕は本当にそう思ったんですよね。やっぱり新しいやつ買いたいじゃないですか。僕もそう思ったんですね。あの SE の方がコスパいいのは分かりますけど、どっちかというとミニのが欲しいよなみたいな、そういう気持ちですね。まあ、それはねすごく理解できたんですけど、あ、そしたらね、最近になってあるニュースがこう出てきて、ミニあんまり売れてないんじゃないかっていう話があります。例えばですね、このエンガジェットっていうあのニュースサイトさんがあるんですけど、そこではね、 iPhone 12 mini の売り上げは Apple を失望させた可能性と市場調査結果っていうのが、記事が出てますね。で、その記事によると、2020年末に発売された iPhone 12 シリーズの売り上げが全体的に好調な中、 iPhone 12 mini だけが伸び悩み、アップルを失望させた可能性が高いとの調査結果が報じられています。米調査会社 CIRP のレポートによると、 iPhone 12モデルは発売直後の10月から11月に新規 iPhone 販売の 76% を占めたとのこと。 iPhone 11シリーズの2019年第4四半期10月から12月の売り上げは 69% にとどまったとの調査もあり、それもまあ十分好調でしたが、期間が異なるために単純には比較できませんが、最新モデルは概ね成功していると言えそうです。で、 iPhone 12シリーズのうち最も売れたと見られるのが iPhone 12ですが、iPhone 12 Pro と iPhone 12 Pro Max もおよそ同じ比率、約 20% となっています。対照的に2019年には iPhone 11発売が約 39% と飛び抜けていましたが、2020年モデルではライダースキャナーを備えたプロモデルが人気が際立っていることを反映しているのかもしれません、ということみたいです。で、まあ、これを見て思ったんですよ。いや、ミニ売れてないんかいって思いましたね。まあ、わかりますよ。僕が、動画出したのは、まあ、12の発表直後でみんなテンションが上がってて、まあ、そこにね、水を差すような形で SE の方がいいよ、みたいな動画が上がってたら、まあ、反発するのはわかりますよね。まあ、ダジャレも寒いですしね。まあまあ、YouTube でね、iPhone の動画見るような人って、やっぱガジェットがこう好きで、あ、新しい iPhone 出たって、こう注目してる人なんで、まあ、そういう人たちの
意見とか好みとあと売り上げっていうのはまた全然違うと思うんで、それを比べるっていうのもおかしいっていうのもまあ分かるんですけど、もう分かるんですけど、まあ僕個人ですよ、僕個人からすると、いやあれだけね、いやいやミニでしょってね、もう相当言われたんですけど、でそれで結局ミニ売れてないっていうのはまあ売れてないんかいってちょっとなりますね。まあ結論としてはライダースキャナーを搭載したプロシリーズ買うのが、まあ、正解っていうか、まあそれを選んだ人が多かったって感じみたいですね。まああるいはね SE をそのままずっと使い続けるかみたいな、そういう人が多かったっていうことでしょうね。まあでもミニより12の方が売れてるんで、ミニの存在がちょっと謎ですね。そこはちょっとよくわかんないですね。個人的には12買うんだったらプロに行くかミニに行くか、どっちかじゃないかなと思うんですけど、売り上げはちょっと違うみたいですね。っていうのがまあ結論ですね。はい。スペックが高いのを買いたいんだったらやっぱプロを買って、カメラ性能とかやっぱ違うんで、プロシリーズ、プロマックスかプロを買うのがいいっていう感じみたいですね。まあトータルで言うとやっぱ SE のコスパがもうやばすぎるんで、そっちを選ぶっていうのがほとんどの人にとっては正解なんじゃないかなっていう感じですね。はい。いや、見にいいと思うけどね。別に。まあ、あとはですね、僕個人としては、YouTube であんまり極端な意見を出すと思わぬ反響を受けてね、しまうっていうのをね、身をもって体験しました。はい。今回だけは、ちょっとね、身に染みました。身にだけに。